たまちゃん大好きです、こういうメッセージ待ってたよ ね、 ね、だ書いてるから大好きですってちゃんと今自作自演みたいな、なんか疑ってたでしょ今、失笑だったでしょ今、もうすぐそういう察知するから、そういうの本当にね、お天道様のように生きることと愛国心とのつながりを教えてください。あー、また深いなこれね。お天道様のように生きる、この国の生き方って決まってるんですよ。この国は、太陽と共にある国なんです。だからね、日の元って書いて日本って読むんですけど、お天道様の国なの。そして私たちはお天道様の子孫なんですね。いや、これは、現実に私たちが太陽から生まれたって言ってるわけじゃないんですよ、ね。この国の神様は太陽、それがアマテラス大神、ね、の子孫なんです、私たちは。だからみんな兄弟なんです、実は。他人とか言ってるけど身内なのみんな、本当よ。そしてこの国はみんな身内なんだって宣言して国を作ったんです、ここは。はい。それが八紘一宇なんですよ。ね。私たちは一つ屋根の兄弟なんですっていう建国理念のもと、2681年も続いてるんですよ、今。やばいから、2681年も続く国ないから他に。ギネスに載ってるから、こんなので載せるギネスブックもどうかと思いますけど。なんか違うような気がする、それギネスとかいう記録にチャレンジとかじゃないよねとか思いながら、まあいいやとか思いながらね、特にギネスに抗議もしませんでしたけど、本当。その次あなたデンマークの1200年ですよ、その次がイギリスの800年ですよ、やばいからね。だから、ロイヤルファミリー、世界の王族で一番格式の高いのはもちろん日本の天皇陛下、ね。天皇陛下に対してはみんな最敬礼、分かってるからみんな、ね、歴史が違うから、ね、そういうのを誰も学校で習わないのね、うん、一番習わなきゃいけないことを私たちはあえて習わずに育ってきてるっていうのをちゃんと思っとかなきゃダメね、うん、はい。愛国心、国を愛する心、これが一番奪われてんのね私たちから。だって愛国心が、世界に迷惑をかけたっていう育てられ方をしてるんだよ。これこそ洗脳ですからね。そういうやばい話は明日しますけど、あのね、愛国心、国を愛する心って何かっていうと、お天道様のように生きるっていうことなんです。もうこの人が書いてるまさにこれ一緒なの。愛国心ってお天道様のように生きることなの。そしてお天道様のように生きるってどういう意味かっていうと、太陽のように生きるっていうことなの。それ意味がわからないよね。ね、太陽のように生きるってちょっと何みたいな。惹かれないみたいなね。違うの。熱と光を与えて生きていきなさいっていうこと。熱と光っていうのは比喩的な表現です。いつも周りの人に温かく接しなさい。いつも周りの人を照らすような生き方をしていきなさい。それがこの国の生き方。そしてそれが国を愛する心なんです。お天道様のように生きるっていうのは国を愛する心だったんです。それがこの国を作ってるの。だからいつも周りの人をあったかく照らしてる人がこの国ではうまくいくようになってる。俺が俺がでは行き詰まる国になってるんです、ここは、ね。ようやくそれに気づいてきたのね、みんなね、みんな、今そういう時代、ね。だから私たちが国を愛する心っていうのは、私たちが笑顔を忘れないこと、そして周りの人に親切にすること、これさえ忘れなければこの国が滅びることはないとたまちゃんは思っています、ね。皆さんもそういう覚悟で生きてるからここに集まるわけでしょ、ね。皆さんの笑顔が皆さんの国を守ってるの、これを忘れちゃダメ、ね。皆さんの笑顔がこの国を守って包んで光らせてるんだって、いつも肝に銘じて生きていきなさい、ね。それがたまちゃんからのメッセージです。はい。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。